はい。それでは、反比例のグラフの式と反比例の利用をやっていきます。はい。まずはですね、反比例のグラフの式の求め方です。はい。これで意外と簡単なんでね、あのぜひマスターしましょう。はい。これ、反比例のグラフですよね。ここから式を作っていきたいと思います。はい。その時ですね、この x 座標、y 座標とも整数である点を一つ選んでください。はい。選ぶ点はどこでも OK です。 今回ですね。まあ、この、整数となっている点は、まあ、これ、こんだけぐらいあるんでしょうけれど、あるんですけれども、まあ、ここを選んでみましょう。はい。ここの座標は、x がマイナス4で、y がマイナス3ですよね。はい。で、反比例の比例定数 a っていうのは、x、x×y で出せますよね。なので、比例定数 a は、 で、12になるわけですね。はい。で、反比例の式っていうのは、y イコール x 分の a だったですよね。だから、今 a が12と分かったんで、y イコール x 分の12となるわけです。はい。2番も見てみましょう。好きな点取り上いるわけだから、ここでやってみるみたいですね。はい。x がマイナス4、y が1です。 はい。反比例の比例定数 A は X×Y だから、A イコールマイナス 4×1 でマイナス4。なので、Y イコールマイナス X 分の4でなるわけですね。はい。ではね、一緒にね、練習1をやっていきましょう。はい。まあ、本番好きな点でいいんですけれども、えー、僕はここを選んでみたいと思います。はい。X が2。 y が3ですねはい A は、えー、この x と y をかければ比例定数が出せるので A は 2×3 で6ですよねはいなので y イコール x 分の6となるわけですねはいでは2番目いきましょうもう好きな点でいいです僕はここをチェックしてみたいと 思います。ここは x が五で y がマイナス四ですね。はい。a は五かけるマイナス四なので、マイナス二十です。ですから、y イコールマイナス x 分の20になるわけですね。はい。では三番目行きましょう。えー、好きな点、ま、あここでいいかな。うん。x が 3で y が6ですね。はい、もう大丈夫ね。a は 3×6 で、おっとおっとおっと出せるんで、18。なので、y イコール x 分の18です。はい、ラストもサクッと行っちゃいましょう。ここ、x4y-2 ですね。大丈夫ね。よって、a は、4×-2 で、マイナス8なんですよね。だから、 y イコールマイナス x 分の8ってなるわけです。はい。じゃ戻りましょう。反比例の利用をやっていきたいと思います。うん。はい。この右の図でね、歯車 A。これ、この歯がね、ギザギザになってるでしょ。ここがね、20個あります。ぐるーっと一周して。で、1秒間にね、これ回るんですけど、1秒間に6回回転します。1、2、3、4、5、6って回るんですね。えー、でね、 また、この歯車 B はですね、この歯の数が X 個あるとします。で、1秒間に Y 回回転するとします。はい。では次の問いに答えなさいなんですけれども、Y を X の式で表しなさいっていうことなんですね。えー、ここではどう考えるかっていうとですね、あの A がね、こう回転するとね、えー、ここでこう噛み合いますよね。ほら、こう噛み合ってるでしょ、ここ。こう回ったら、もちろん B は、こう回るんですよね。うん。 ポイントはここなんですけども、あの、噛み合った回数がね、A も B も一緒になるんですよ。うん。わかるかなまあ、A はこれ、波数が20ありますよね。で、1秒間6回転しますんで、あの、1周、1回転したらね、うん、ここ20回噛み合うわけですよ。わかるよね。歯が20個あるんで。じゃあ、6回転したら、20×6 で、120回ね、うん。 あの噛み合ってるんですよね。噛み合ってる歯車では、はかず×回転数になるんでね。うん。わかるよね。20×6 で120回噛み合うと。B と噛み合うんです。いいよね。ってことは、B ももちろん120回ここで噛み合ってるわけだよね。うん。とっとっと。えー、そうすると B は、えは、ー、かずがですね、X あって、で、Y 回転してるんでね。 うん。一回転して x 回噛み合いますよね。y 回転したら、x、x×y 噛み合うわけですよね。大丈夫ね。ということなんです。だから、x、x×y は20、20×6 と、ま、噛み合ってる回数一緒なんでね。こういう式は作れるわけです。なので、xy は120になります。はい。こうなった、x、x×y が、 120というね、決まった数になっている。ということはこれは反比例なので、y は x 分の120っていう風に式が作れるわけですね。はい。では2番目いきます。えー、じゃあ b のね、えー、数が30だったらですね、まあ、何回転1秒間するのっていう問題です。うん。えー、もうね、ここで出てましたよね。x×y は120回噛み合うわけです。うん。大丈夫ですね。だから、 今、はかずは X ですからね。X30 に変えてあってね。30×Y、えー、回転で120ですから。だから Y は 120×30 で,で4ですよね。なので、4回転になります。はい。で、最後ですね。えー、では今度は B が3回転していたと。では、はかずはいくつかというと、X×3 で120ですよね。 今度は y に3を代入しましょう。では120、120÷3 して x は40。え、はかは40ということになるわけですね。はい。では、一緒に練習2をね、考えていきたいと思います。はい。a さんは36平方,平方メートルの壁にですね、ペンキを塗ろうとしていますと。うん。で、1分間に塗れる面積を x 平方メートル。 で、壁全体塗るのにかかる時間を Y 分として考えましょうということですね。OK。はい。そしたらね、こう考えよう、まず。1分間にね、X 平方塗れます。うん。で、それを Y 分間かけて全部塗るんです。ということは、まあ、1分あたり X 平方塗れますからね、Y 分あれば、X、X×Y の面積を塗ることができますよね。大丈夫ね。 それで全部塗れるわけだから、それは36と等しいわけです。うん。だから、x かけ y は36なわけですよね。で、x と y かけてこのような決まった数になっているとき、比例定数って言いますけどね。なるときってのはこれは反比例の関係ですから、y イコール x 分の36という式が作れるわけですよね。反比例は x の上が比例定数、数字になります。はい、これ式できました。終わりですね。 y を x と式で表したと。はい。では2番目。1分間に4平方の割合で塗ったら一体何分かかって塗り終わんねんっていう話ですよね。はい。x が今回4ということですから、4×y は36ですよね。うん。y はいうと 36÷4 で出せますから、9ですよね。だから9分となるわけです。はい。ラスト。12分で塗り終えるには、 1>, 1分間何平方メートルの割合で塗ればよいか。はい。えー、ここですね。塗る、塗るのにかかる時間が12ということなんでね。今度はここの y に12を代入するわけです。そしたら分間何本塗っていかなあかんかがわかるよね。x かける12が36です。36割る12して、x は3ですよね。したがって1分間ですね。まあ、3平方メーターの割合ってことになりますよね。はい。以上になります。